お疲れちゃんです。ラットレス今回はですね、世界一のデッキを使ってトラゲしてみたいなと思います。で、世界一のデッキがですね、今この人なんですけど、このバルキリーウィザードの、まあ、インドラ入りのバルフリみたいなのを使ってて、これ本当にこれを使っててですね、クララ TV にも載ってまして、これですね。で、ちゃんと勝ってて、まあめちゃくちゃうまいのもありますけど、まあデッキが強そうというか、まあ強いですということで、まあこれを使ってですね、トラグしたいなと思います。で、このデッキ僕もフル完してるんで、まあ無理ですけど、これでグロラ1位を今から取ることも可能なのは可能なんですよね。上にいるんで実際、いやまあ無理なんですけどね、実際は。なんで、まあ、これでトラグしたいなと思います。で、今日はマジの寝起きです。マジの寝起き、あーよしよしよし。で、これはカウンターで、おー、なるほどね。バルーンつけたかったですけど、まあバルーンなかったんで、一回待ちですね。相手多分 2.6 億かな。惜しい。これで、コウモリで処理して、いや、ちゃう。マスケと、バルキリーと、ギガっぽい？ん？なんか、バルキリーマスケオグですね。よいしょ。やばい、それやばい。で、これ振動勝てんくね、これ。待って、もう負けそう、もう負けそう、もう負けそう。これでバルーン出していいのかな。出して、でフリーズもできないですし、コストないんで、コウモリ流して、あー、いいコウモリけど防衛される。ちょ、待って、やばい、これで勝ってますからね。やば、ちょ待って、ホグに勝てないとね。まあ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 、こっからですね。こっから1個取ってしまえばなんかいける感じがしますね。なんで、まあ、左側は一応防衛しますけど、左よりは右側を取りに行かな、うん、防衛する言ったけど、もうしません、しません。よいしょ、左で、入ってないのか。お、よいしょ。で、これでディガーでターゲット変えて、よいしょ。これ5来たら意味ないか。え、でもインドラ刺さってる。おお、強い。強いよ。なんか強い。で、一回後ろから形作って、お、おい、強い強い強い。インドラが強い。からの、ここにもう出してあげて、で、フリーズして、よいしょ。ここも、サンクラでいいまでありますね。もう一発。オッケーオッケーオッケー。え、これ買ったくね？さては。さては買った。しかも、これ、あれなんです、アップデかな？が来てから、延長が3分ぐらいあるんで、後半、このままご利用してる。ディガー削りでずっといけるまであります、ね、やばい。いや、これやばい。これどうしたらいい。でも相手がマスケット咲いたんで、単体でこれでもいいと思います、ね。よいしょ。で、やばい、一発。オッケーオッケー、一発一発一発。からの、こっち側、今度相手は左にマスケット咲いたんで、これを右側攻めてあげて、オッケー、これは勝った、まだ。で、頑張って、ディガー削り、ディガー削りで、バックアーも入って、あー、え、待って、フリーズ、事故、フリーズ事故。やばい、これやった、これで負ける。けど、大丈夫です。さすがに、ディガー、ちょこっと殴れたら。よいしょ。よいしょ。ということで、まあ、一生ですけど、これ。なんだろうな、なんだろうな。防衛力結構高いように見えますけど、てか普通にめっちゃ高いと思いますけど、
まあ、バルキリーとウィザードで防衛できて、リボンあったらディガーで壊してて、大型インドラ処理のフリーズで火力もあるんですけど、ほくしんどい感じがしましたね、今。まあまあまあ、頑張ります。はい。でもこれで世界一ってやばいな。普通にやばい。さあさあさあ、よろしくと。はい、ゴブリンスタンプ。相手もゴブリンスタンプですね。うわぁ、持ってないわ。最近これも気に入ってきた。いいなぁ。うわぁ、かわいい。とりあえずかわいい。ああ、なるほどね。後ろからウィザードで、このウィザードを処理してカウンターしたいですね。今大体体育1枚割いたんで。よいしょ。で、ここで、バル。よいしょ。フリーズできたら理想ですけど、まあまあ。いやー、相手のザップがいい。相手はウィザードにメガゴに、ファイブザップ。なんだ？ジャイかな？ジャイっぽいっすね。あ、フレンド、もう、最高ですね、これ。これもう、煽りではないです、マジで。これは、スタンプが可愛いから、これを相手にしてるだけなんで。これは、マジで僕と、もしマッチングした方で、僕がこれ使ってても、煽りではないです。本当に。それだけは、言ってきます。これはもう、煽りではないです。マジ、可愛い。待って、やばい。そんなこと言ってる場合じゃない。で、こう、ウィザードのダメージは、まあ、ちょいと我慢ですね。で、しっかり守ってからカウンターのバルーンのフリーズで一気に決めたいところではありますね。自分から仕掛けて丸フリーしてもいいんですけど、そしたらその後のカウンターがしんどいかな。だいたいウィザードとメガゴ。これ厄介ですね。よいしょ。で、一発このままだと入る。で、インドラがジャイを溶かしてくれるまだ。まあまあ。よいしょ。いや、あれめっちゃ厄介。後ろのウィザード超厄介や。けど今相手ザップ使って。オッケー、プリンス処理。で、カウンターでこれはフリーズしても決めたい。あ、待って、ウィザード！いやー。ごめんなさい。ごめんなさい。これインドラとコウモリを離した位置でどっちかにザップっていう感じで、これザップでリセットしてバルーン出してフリーズで勝ち。うわ、相手の位置がいい。うわー、待って、相手のウィズとメガゴの位置うますぎません？マジで、やばい。やばい。止めろ！まあまあまあ。そういうこともありますよね。はい。しょうがないです。しょうがないです。はい、次。いや、マジで。これで世界一って無理やね。普通に無理っていうことに気づきましたね。もう思いました。もうこれでトロは上がらないと僕は察しましたね。よいしょ。よく上がりますわ、こんなんで。普通にこの出来見た時まずやばいってなりますもんね。で、ウィザードがめっちゃ流行ってますね。今のさっきのアイテムですし、この僕のアイテムウィザードで、で、バルキリーの使用率もすごい高いですね。バルキリーとウィザードも入れとけばなんとかなるゲームになってきてるまである。それは持ったかもす。よいしょ。ここフリーズ打ってあげて、こザポシコウモリ処理からので、このインドラをインドラが処理してくれたら美味しい。で、もう一発
さては、あー、オッケーオッケーオッケー、おお、さては強い。わかんない。よし、はい、次。これはコウモリとウィザードで、あ、インドラでいっか。コウモリにザップ出してインドラで処理。まあこれはどっちでもいいですね。インドラ先に出せたら出して、でコウモリをインドラで離した場所に出してあげて、どっちかにザップ出して処理が理想ですね。インドラとコウモリを同じ位置にかぶせて出してしまうと良くないですね。これ相手に多分コウモリが、よいしょ、ザップ来て、もう多分、まあ、インドラ、ウィザード使って、対空ないんで、これはもう、落ちますね。落ちないか。もう一発。よし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 。で、まあ、もうこうなったら、変に、なんだろうな、攻めなくても、フリーズ防衛してしまえば、全然勝てますね。てかもう、フリーズ防衛、ずっとしとくまである。よしよしよし。ここはまあ一回ディガーでターゲット取って。よいしょ。相手今フリーズ使って、ウィザードとコウモリしかないんで、まあここはもう攻めます。よいしょ。で、コウモリ用にザップ構えて。あ、待って。ザップミスった。インドラに打ったら、空振った、空振った、空振った。まあ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 。やばい。これ相手がうまい。これで多分、右側をフリーズしてくるまである。あー、よかった。ここはもう大丈夫です。落ちないですね、さすがに。で、もうこれは勝ちですね。よいしょ。よいしょ。はいと。意外とディガーが暇しましたね。エリクサーポンプもして当たらなかったんで、っていうのありますね。はい。ということで、まぁ、一回負けたんですけど、いやー、普通に強かったですね。この方のデッキ。まあ僕は、勝てなかったですけど、はい。ということで、世界1位のデッキを使ってみました。ということで、今回は以上になります。では、バイバイ。